ここからですね、世の中にいる車愛が強すぎるカーマニアの方ね、呼びたいと思います。かなり強いですよ。強いですか。はい、どうぞお願いします。あら、あら、ご無沙汰してますとか言って呼んでないですよ。あら、ごめんなさい。かなり強いですよ。また来たの。いや、だって車愛が強いって言ったら、うんうん、私日産の中で右出るもんない。いい車乗ってるね。マイカ、これ、うん、人生の分岐点、はい、これを買ったから、はい、多分今の仕事があるんだと思います。これいつ買ったんですか。1989年平成元年、うん、新車で買ったの。新車で買いました。いくらでした。乗り出し508万円です、うん、500万円。508万3000円、はい、定価450万円、うん、多分知ってらっしゃると思いますけど、はいはい、給料いくら。学年400ぐらいでした。あでも税金で取れてるからね、はい、で結構そこでまあいい金利をのローンを組んで、うんうん、何パーセント。いや、もうちょっと言いたくないけど、なんか10に限りなく近かった。そうだよね、あの頃って8ぐらいだなかった、はい、金利、金利そうですよ。だってあの頃僕ね、世田谷に4000万円の家買ってるんですよ、うんうん、で払ったの、うん、プラス4000万円近かったさ。いや本当にマジで、もう本当にもう俺はなんでこんなに払ってんだって、銀行の人に俺首絞めようと思うんですよ。で本当にそうですよ。そういう時代ですよね、はい、ちょっと改めて、はい、ちょっと全体を見ていきたいと思うんですけど、はい、ホイールは何ですか。ホイールはね、うん、R34 のホイールです、うん、34。私が35の前に担当してたプロジェクトで、うん、例の 34GTR のホイール、うん、これまんま入るんです、はいはい、うんうん。キャリパーはその時の N1 耐久って言ってた時のキャリパー、はい、でかいもんね、はい、なるほど。そう、ブレーキがキャリパーもローターもでかいのが入ってる。この GT のこれ赤がこれがいい、はい、これがいいですよね、これね、はい、これはまあオリジナルです、ね、そうですね、はい、これ変えられないですよね。そう、さあそして後ろ、これノーマル、これ全部ノーマルなんです、これ。いや、だから、だからいいんですよね、はい、いや、オリジナルのまんま。いや本当だ。マフラーは、当時のジャスマっていうところで、うん、まあ、なんとなくその作ってもらったやつをそのまま採用してます。この色もあの、ね、一番この時のイメージカラーですかね。それまではどっちかというとね、はい、あの元シルバーのね、そうです、が GTR のイメージカラーだったんですけど、うん、ここになってガンメタになったりします。ガンメタ、ガンメタ。いや、これ綺麗にしてるな、ね、室内なんかもオリジナルのまんまなんだけど。何ですかこれ。これはブーストゲージと、うん、正確な水温計、正確な油温計、うん、正確な排温計、上が、トランスミッションの温度とか、うん、デフの温度とかを、まあ、そのある温度を超えると、うん、ワーニング光る、はいはい。まあ、実はねこれ、まあ、割と構想段階早い時から僕、うん、メーターデータが好きなんで、うんうん、どんな温度なんだろうなっていうのを自分の車の管理をしたかったんですよ。やりましたね、これ、はい、エンジンだけでいくらかかってます。だいたい1500万くらいかかりますかかったの、はい、後から。うん、ああそうか、じゃあ500万かけて買って、はいはい、でプラス1500万。それはあのいっぺんにかけてあげちゃなくて、だからなかなか、そうそう、ブレーキやったりとか。安いって安いね。まだ GTR の仕事をやってなかった時だから、うん、自分の感覚をこうちょっと憧れもあるし、うん、テストしてみたい、うん、自分だったらなんかこういうふうにやってみたいと、うん、じゃあグループ A のケイツさんたちはどんなイメージで車乗ってたのかな、うん、600馬力にしたいとか、うん、ちゃんと温度を測って今どういう状態になってんだ、うん、でもあれ見にくいでしょ、見にくい。ぶっちゃけそれで34のマルチファンクション思いついたんです。あ、なるほど。これここにつけてもっと見やすいようにしようよって言って、うん、そういうことか。そうです、そうです。で排気温度計なんかついてたでしょ、あれ、うん、なんで排気温度計ついてるの、うん、それはやっぱりあれはここからです、全部ここからです。あれあんまり必要なかったけどね、うん、いや、いじる人いるんですよ、ね、そうだね。そう、いやだけど綺麗にしてるオリジナルを。ちょっとこれエンジンの音を聞かせていただけますか、はいはい、うん、GTR ミスもですよ。だから600以上逆に35を作らないんですよ今、うん、それすごく大事なところで、うん、トラクションマスター、いい音だ、うん、ごめんなさい、バラつきのないいい音だ、はいはい、ちょっと600馬力の、ね、エンジンね、エンジン見せてください、はいはい、でもタービンでかいから下はないでしょ。いや、それも下も出るようにうまいこと作りました。あ、そうか、
中もやってるもんね、エンジンね、はい、なんか俺だったらこれに600馬力って書くけどな、逆に、ね、あまり派手にエアクリーナーが変わってるとか、うん、いろんなことをやってしまうと、うん、お、まるまるチューニングカーじゃんというよりも、うんうん、あれよく見るとゴムの顔して鉄管入ってるよねとか、うん、ああなるほど、そういう風にして逆にチューニングカーっぽくしないのが好きなんですよね、うんうんうん、だけどよくよく見るとラジエーターは太くしたよとか、うん、さっき言った圧力高いキャップ入れたよとか、うん、ラジエーターの被り率はやっぱり 50% ぐらいにして流そうとか、うんうん、これ現行の GTR とかそういうのをうまいことこう流用するとか、うんね、まあ、どうでもいいですけどこの下もフラットでこう ある意味その 3,4 とかのフラットはどこから来たりとかオイルパンの拡張してるじゃないですか、うん、それでオイルパンはやっぱりちょっと多めにしてとか、うん、そういうところもアイデアがいろいろこう現代の車にもちゃんと生きてると、うん、だからもうね、え、究極のオタク、あ、そうそう、いやだからでもね今日お話聞いてて、はい、多分これテレビ見てる方もこういう熱い思いの方って GTR ファンに多いじゃないですか、うん、だから嬉しいんだね、だから田村さんがやっぱこれね、うん、これからも GTR を残していきたいっていう思いがあるのはそこだと思うね、これもうあれですね、宝ですね、そうですね、人生の相棒ですよ ね、 ね、宝ですね、そうだよね、はい、こういう人がいい車を作るんですよ、本当だよね、うん、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ今回は GTR スペシャルいかがでしたか、すごいね、うん、もう初代から含めてね、うん、ずっとそれぞれのなんかね誓った人たちのなんかね、うん、こうバトンの箱根駅伝みたいなもんだよね、 GTR ってなんとかあってね次に助け渡して、ね、GTR は日産の魂ですから、うんうん、本当だよね、うん、そうで日本のフラッグシップカーですよ、うんうんね、もう買えないんですよ、そうですね、はい、なんとかしてくださいよ、頑張ります、はい、田村さんがねいなくなる可能性があるんですよね、なんてことですか、まだまだそんな、はい、ありがとうございました、ありがとうございまし ました日産自動車さんからプレゼントをいただいております、詳しくは番組のホームページ、またはツイッターをご覧ください、チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です、ぜひチャンネル登録お願いします。